さてさて、なかなかなんか変な形した病院だね。表玄関鍵がかかっているか。受付も閉まってると。ちょっとホラーチックだよね、やっぱり。受付入り口、ここまで誰もいないっつのはさすがに不気味だな。灰皿も何もなし。買えないの、なんか相馬とか買えないの、相馬とか。どこにも入れん。マジか。だから病院っつったら初代ペルソナの最初の方を思い出すな。なんだあいつ真ん中、いかになんかペルソナみたいな、いかにもペルソナですけどみたいなやついるな。エリーニス、こんなのいたっけ。これは新しいのかな。妖怪人間みたいな色してんな、体。怖いぞこいつ。ちょっとどうしよう、ちょっとコンタクト取ってみるか。面白そうだしな、エリーニス。まあ、せっかくだから、じゃあうららパオフ見たし、カツヤパオフ、得体の知れぬパオフにカツヤ警戒気味と。普通警戒するわ、誰でも警戒するよこんな人。ああ取り調べか、全然ダメだったな。貴様のようなやつと組むつもりはない。ごもっともですね。それは願ってもね、俺をめんどくせえのはごめんだからな。せいぜい一人で頑張れや。がみ合うなそこで。エリニスさん、まずアリバイから。おお、よかった、当たった。面白いこと言うのね。でもそんな女は知らないのよね。はあ、刑事さん次第で話は別よ。欲しいもの、何が欲しいのか。僕か、まさか。兄ちゃんからこんな声量が出るとは。これを選ばざるを得ない。あ、喜んだし。お姉さんに可愛がってほしいのね。ちょっと遠慮したいかな。スタイルはいいんだけどね。スタイルはいいんだけどね。ちょっと肌の色緑でね、しかも顔がどこにあるか分かんないっていうね。強気陰気は勝つやね。ちょっとメモっていきます。今回コンタクトは。よし。しかしあれだな、肌の色がどうのこうの言って言うとなんかあれだな、差別的に聞こえてしまうな。しかしこいつはナメック星人みたいな肌してっかんな。これに関してはちょっとご勘弁いただきたいな。聞いてみたかったんだけど、たまに運命の人とか言うじゃない。あれってどうやって見分けるのかしら。見分けられるやつはもう運命の人とは言えんだろうけど、そんな人はいないとか言うとちょっと興ざめされそうだから、なんとなく感じるんだろう。あ、人間ってよくわからない動物だわ。まあ確かにな、まあ運命の人、かっちゃんは多分信じてなさそうだし。女性とは一言も言っていないんだが。お、女性とは一言も言ってない。あ、続いてるのかこれ、アリバイの取り調べが。そんな女は知らないと。確かにそうだな、変なつながりだとは思ったけど。可愛い子ね、あんたが人間なんかでなきゃね。お互い様だよ、あんたが悪魔でなければそれなりにいけたよ俺も。残念だけど私はあげられない。お、20枚、もう2桁か。変なことに使っちゃダメよ。使いません。でもムーンか、ムーンはなかなかいいのができそうだしな。変なことに使ってみたいね。トイレ、トイレも入れないか。通用口も入れない。まあまあおとなしく上に行くしかないか。どうだろう、2階は入れねえかな。一応見とくか、見るだけ見とくか。じゃあコカトリスに行ってみましょうか。どうしようかな、3人行くか。そしたらマヤスさん、うらら、説教好きと聞き上手と愚痴上手。これなんかいけそうだね、なんか起きそうだね。相談スペシャル、グレードアップした。優しく相談事を聞いてやった。困った時お互い様だ。カウンセリングみたいになってきたな。あんたに暗い顔なんて似合わないよ、俺顔上げなくて。いいな、これはちょっとうららに言われたいな。あ、喜んだ。俺様悩みあった、友達いない、でもお前たちに友達悩みなし。いいね、まあせっかくだし契約しとくか。心配そうに。なるほど、悩みなんてみんなで分ければ。カウンセリングだなこれ、どっちかというと。青、なんかあれだな、後ろにいるさ、後ろにいるパオフがなんかはぶられてる感じでちょっと嫌だな、かわいそうな感じに見えるな。あなたのことが心配なの。おお、いいね、心配してくれ俺も。よし、まあこれで契約、あ、契約ダメ、あ、契約できる、よかったよかった。おやさん、お前たちこれで友達、いいね。でレベルアップと。
いいんじゃない、順調なんじゃない、なかなか。ラック上げて、ラック上げてさ、何が上がってんだ。右の攻撃防御、魔攻魔防、一切変化ないけども、まあいいですけどね。それでよし、まあ解毒も完了して、201号室、あ、ということは501に行けってことか。そうか、え、どうしようかな、全部回っとくか。5階まで回るってなると結構大変じゃない。あー、どうしよう。あ、でもなんかアイテムとかあったらやだもんな。回っとくか一応。うん、2階もぐるっとね、軽くね。ほら、アイテムあるもん。5000円とか、大金が落ちる、大金が。ゲーム1本買えるじゃん、5000円あったら。でもまあこんなところか。さてさて、エンプーサ強気賢いと。さっき強気陰気でかっちゃんがいけたから、今回もカツヤ絡みでなんかやりたいな。カツヤ絡み、カツヤウララ、あ、そうか、カツヤを起点にしたらさらにまた変わるのか。カツヤウララで行ってみるか。取り調べ、命の刑事と結婚詐欺の被害者。結婚詐欺のなんかあるのか。結婚詐欺は許せないわ、変いろんな変があるのか。結婚詐欺はこいつの刑事さん嘘つけ見た目はちょっと変わってるけど、お尻に蝶の形の、おお、あるのか、どうなんだと証人は言っていますが、どうなんです。ケツ見せろってことか。ちょっとエンプーサのケツは俺も見たいが。おお、よかった、おお、いけたいけた、私を屈服させてごらん。なるほど、ちょっといけたね。強気賢いは勝也うららと。よしよし、メモりました。あれだな、メモ帳じゃ足りねえな、これ。なんかノートに書いた方がいいな、かなり膨大な量になりそうだ。うん、これは同じか。でもこれでもあれかな、あ、何が欲しいか分かるからね。ぼ、僕か、あ、怒った、マジかよ、こんなイケメンなのに。そんなつもりは。あ、よかった。あ、でもボイス聞けなかったな。あなたなかなか面白いじゃないの。うん、まあいいでしょう、結果オーライかな。いいね、勝也も順調に力が伸びてきてるね。そろそろ物理系、何、ナースステーションか。あ、206号入れる、入れる部屋もあるんだ。何があるんだろうな。あー、普通に誰かいるってわけね。あなたたちは人間よね、たたた助けてちょうだい。あの人や、あの人が悪魔を。あ、303号室の患者が、あれ501号じゃないんだ、303か。うん、なるほどね。悪魔や患者や同僚たちに襲いかかって、うん、そこら中に、いや、死体はそこら中にはなかったけど、悪魔にならしょっちゅう会ってるんでね。うん、この人さっき悪魔と戦う謎の武装グループを見た。うん、あそこで死んでたマフィアだろうね。あ、トイレ付き、仕切りなし、なんか刑務所みたいだな。何なんだろう、サナトリウム的な感じなのかな。うん、どうやら達蔵はこの病院に莫大な寄付をしているらしいな。うん、慈善活動にかこつけた口封じだろうが、うん、簡単に口を割ったぜと。あの職員かなり混乱しているようだが、うん、まあそうだろうね。で、ファオフなんでこれトイレ見てんの、この人トイレに興味があるのか。まあ俺も興味なくはないけどね、この病院のシステムについて。で、303に直行してもいいんだけど、一通り回っときましょうかね。先にこっちと。どうしよう、3人で行くか。特に接点のなさそうな3人。占いか、あーダメか。あんたたちは下がっといて。へえ、そうかい、なら任せた。どうだろうね、ん、天台妖毛わからん。今は自分から動くより自然に身を任せ、てかうらら占いすげえすげえ詳しいな、詳しすぎるだろこれ、うん、あ、怒り興味か。じゃあ、うらら絡みでなんかできないかね。パオフ。これどうだろう、うん、何これ、豪財政。うぬぼれが強く金銭額に乏しい、あんた。それだけに大物になる可能性も。てめえの恋愛運もわからんやつに、他人の運勢なんか占いのか。どうなんだろう、自分の占い運
は占い運じゃない、恋愛運は分かってるんじゃないの、うららは。どうなんだろう、ただ身を結んでないってだけでさ。あ、全然ダメだったわ。しかもさっさと行っちまおう。あ、こっちにもあるじゃん階段。もう全部行ったから、じゃあ階段登るか。ほとんど病室入れないしね。もうすぐ303ついちゃうよこれ。先に4階見といた方がいい。あれ入れない、はい、あ、厳重。なんて書いてあるんだろう。金属探知機か。金属探知機って書いてあるかな。すげえな、何の病院なんだよ本当に。監獄みたいだな。で、あ、出た出た。これ誰だ、顔色悪っ。猛暑もいたっけ、罪に。いたよな多分な。こんな顔色悪かった気はしないんだが。どうしよう、まあ、ある程度倒しとくか。でコンタクトと。猛暑棒はどうだろうね。もう何やったか忘れちゃった。あとやってない組み合わせ、カツやマヤさんでいくか。説得する。うん、これ以上罪を重ねるな。今ならまだ間に合う、君ならやり直せるはずだ。ダメか、これ硬い感じはダメだな。うらら占いとかがいいかもしんないな。悪い子にはとっても怖いお仕置きしちゃいます。脳みそ吸われる。あ、なんかお尻叩いてほしい。あ、喜んでる。お尻出してください。我々の世界ではご褒美になってしまうな。陰気賢い、陰気賢いか。賢いは勝谷うららだったな、さっき。勝谷うららで やってみるか。結婚詐欺は許せないわへん。うん、どうなんです。ああ、いけたいけた。なんだっけ、お話が変わるんですけど、もうちょい今おまじないに凝ってるんです。うん、手のひらに人と3回書いて飲む。消しゴムに好きな人の名前を書く。首にネギを巻く。真ん中が好きそうじゃない。あ、大嫌い。もうちょい自分の名前書いてました。これどうなっちゃうんですか。どうなるんだろうね、消えてなくなるんじゃねえのかそれは。陰気賢いか。陰気賢いでも勝谷うららと。基本賢いが入ってたら勝谷うららで行ってみたらいい方向に行くかもしれないね。こんな詐欺師。猛暑ボタンに向かって何を言ってんだこいつは。どうです、この女性に見覚えがありませんか。あるならあるでいかんだろそれ。どういう関係なんだよ。猛暑ボもやってみたいです。なんかままごとみたいに思われてるなこれは。宇宙人が来るらしいです。おい、なんかのフラグじゃねえだろうなそれ。ガチで来るんじゃねえだろうな。宇宙人って誰ですか。地球以外の星の生物。いや、地球人も宇宙人だからね。悪魔、親戚のおじさん。純のことだろこれは。純の親父のことだろう。空想上の生物。空想上の生物。親戚のおじさんでいいや。あ、ダメでした。その人悪い人です。みんな食べられちゃうんです。親戚のおじさんが宇宙人だったらな。うん、死刑よ死刑。刑事さんがやんねんなら私がやっちゃう。凄まじい一っぷりだな。彼女に殺されないうちにね。いいね、なかなかバリエーションが多いですな、ボイスバリエーションが。うん、くれ18枚。いいですね、すぐ宝よ。うん、インセンス、いいね。インセンスどうしようかな、誰に使うか問題だなこれは。ちょっと今回マヤさんは運縛りをやってるんで。どうしようかな。303ないな。あ、来た。待て天野くん、須藤達也。ここは須藤の息子の病室のようだ、調べてみよう。あ、入っちゃうの、大丈夫。ボス戦とかないのか、いきなり。うわー、病んでるわ。病んでるわこれ。左のマークと右蝶々のマークある。なんだこれは。フィレモンが絡んでんのか、もしかして蝶々。関係ないかな。関係あるよな絶対。とりあえずなんて書いてあるのか気になるけど、これは怖いね。なんか、何なんだろう、読ませてくれ。壁にある写真、連続殺人の被害者だ。おお、須藤の息子が馬場と見て間違いなさそうだなと。うん、じゃあわざわざこの病院から出張して人殺してまた戻ってきたりしてたのか。うん、なるほどね。
どうした天野、顔が青いぜ。この死みてえのが、うん、死と言ったら前作のオープニングみたいな。ああ、マイヤの託戦かよ。チャネリングしてたのかここで。こいつまた受け取っちまったか。つかまあ、自分から走ってる電波なんだけどな、マイヤの託戦に関しては。妄想を打つとしか言えんが、まあ、前回のマイヤの託戦あんま覚えてないけど、あ、でもここまでは同じじゃないか。空に瞬くスバルの星に止まった時は動き出す。凶楽の舞、影立ちの宴、異国の歌、食材の向かい火は天を照らし、獅子の方向はあまねく響く、冥府に輝くは五つなるドクロ、天井に輝くは聖なる十字架。同じだな。天に昇りて星が動きを止める時、マイヤの乙女の鼓動も止まる。の後に残るは地上の楽園、そして時は繰り返す。最後の方はちょっと曖昧だけど、確か似たような感じだったよね。天井の十字架、今年の夏にあったグランドクロスのことか。これは予言なのか。そうか、もうグランドクロスは起きてるのか。太陽系の星が十字に揃うってやつ。でも何もなかったじゃん。なんかあったんじゃないのか。でも特にそういう噂が流れてたわけでもないもんな。グランドクロスの時にどうにかなるみたいな、そういう噂が流れてたらちょっと危なかったかもしれんが。あ、ちょっとマイヤの託戦見て記憶が戻ったのかな。胸が痛い。ああ、ロンギヌスで疲れたところかな、もしかして。デジャビュー乱してから胸に変な痣ができて時々痛くなるらしい。見してみろ俺に。俺が診察しよう。その胸の痣を見せなさい、今すぐ。危ない、危険かもしれない、それは。早く見せなさい。もう大丈夫って。そうか、体が前世の体になりつつあるのかね。体が思い出してきたみてえな。ここは尋常じゃねえ。大方部屋の雰囲気に当てられたんだろうぜ。先へ行くぞと。まあ、ロンギヌスの槍の、なんつう、呪いの効力みたいなのが強いのかね。うん。死の殴り書き。黒文字の死と同じ内容のようだ。とても嫌な感じです。マイヤの託戦か。うん。ああ、そして時は繰り返すっていうのは、多分、今回くっついてるんだろうな。まあ、要するにもう一回同じことを起こしてやるぜ、ヒッヒッヒっていう、そういう感じなんだろう、おそらく。うん。そうか、また滅ぼしたいんだろうな、地球を。何このでっかい目、気色悪。気色悪いな、確かに。にゃるなんとかって書いてあるけど、読めんはこんな字。読まん方がいいと思うぞ。うん。まあでも、人間には声に出せないはずなんだよな、クトゥルーの神の名前って。やつは君のことを知っている風だったが、一体君の何を知っているというんだ。うん。前世的なね。まあでもいいでしょう。まあこんなところか。うん。まあでも、うん。須藤達也自身はいなかったが、ここには。ここにいたら戻ってきそうな感じはしなくもないけど、どうだろうな。もう来ないか。303号室。まあ、マイヤの託戦が得られたっていうだけか。おっと来た。いるな501号。つかなんで303号室なのに501号なんだろう。まあ別に、なんだろう。病院の、何?収容番号みたいな感じかな。囚人番号的なね。じゃあセーブしときましょうかね。一応。よしよし。おー、ドリップ言い出したね。じゃあ今日は須藤を倒すまで言っときたいな。まあ、須藤と戦うのかどうか分からんけど、多分戦うっしょ。トイレ。どこにいるんだろうな。お、強くなって、強くなってきたね。院長室か。おい、なんだよ、邪魔するんじゃねえよ。あ、でも効果音でもドックンドックンいってるな。コントローラーもドックンドックンいってんだけど。いるのかね、須藤。おぉ。あ、あのワンコだ。鏡見てる。髭剃ってんのかな?なんかやってんな。もう素顔出してんじゃん。紙袋どうした、あの悪趣味な紙袋。もう向こう側のことを思い出したのか。あざはできたみたいだけどな。思い出してはいないよね。そうかい。あのガキもかわいそうにな。うん。美咲のことか。
須藤達也だ、うん、今回の連続殺人10年前の連続殺人ともお前の犯行に間違いないかと。しかしあれだな、うららがあんま驚いてなかったな。ああ懐かしいね、放火だけじゃ許してくれねえんだよ電波語尾みたいに言うな電波を許してくれねえんだよ電波生贄がないいるってんだ、生きたまま胸かっさばいてよ、その前に動けねえように手足の剣切るんだ。うん、それはまた宇宙人がそう言ってきたってことか、マイヤ人が。クソが、10年もこんなところに閉じ込められていてどうやってそんな力を得た。チャネリングの能力はまあ単純な妄想ではあるわけだし、10年も閉じ込められていたからこそそんな妄想を抱くようになったと。言霊だよ言霊、知ってんだろ、言葉にすれば何でもその通りになるんだよ。まあでもそうか、この達也、須藤達也は向こう側の世界のこと知ってるから、言った言葉が何でもその通りになるっていうことを知ってるってことか。電波はな、何でも教えてくれてよあのクソ親父が俺をこうしたんだって、電波教を開けお前は。噂のことか、父親の達郎がお前をそうしたと言ったな。あ、そういえばそうだったな、父親になんかあれ罪でも言ってたよね、父親を恨んでるみたいなこと言ってたよな。ならばなぜ奴はお前の命を狙う、そうだよな、マフィアに襲わせたっていうことは達也の命を狙っていたと。外の連中誰じゃい、まだマフィアがいるのか。おお、誰よこれ。うわ、いかにもな、いかにもなマフィアのやつ出てきたな。いかにもすぎるだろこれは。顔グラフィックまでいかにもだったな。頬に傷のある男、うん、あいつはめっちゃカンフー使ってきそうじゃんこいつ。じゃあどこ行くのよ、昔の馴染みか今の傷のある男は。おめえの参したのはみんな腹渡ぶちまけてくたばってるぜ。なんかちょっと穏やかだな、この部屋の空間、異質な空間ではあるんだが、いいか俺は自由だ。目的は何だ、殺しを続けることか、父親の復讐か。どうなんだろうね、いや殺し合いを昔は好きでやってたが、今は町の人間が電話かけてくっからやってるだけだぜと。まあ噂に従っているみたいなことかな。そうか、しかし自分で自分の電話番号にかけたらこいつの携帯につながるっつうのはどうなんだろう、そこはまあニャル様の力みたいなことかね、電波の力か。こっちが間違いで向こう側が正しいんだ。もうなんかニャル様の手先みたいになってんじゃんこいつ。クソ親父はそこのとこが分かっちゃいねえ、お前なら分かんだろ。そうか、まあ、それで向こう側の連中に声をかけてるわけか。いつまでもバカれてんじゃねえぞ。ああ思い出させてやるから、こいつに食われながら空の科学館まで行ってやがる。じゃあ戦わなくていいじゃねえかよ、一緒に空の科学館行こうぜ、じゃあ仲良く行こうぜ。すげえ、どんな技使ったんだ今。テレポートしやがったな須藤のくせに。須藤みてえなもんがテレポート使えんのかよ、あのウルトラマンですら寿命が縮むんだぞテレポートなんて。高等技術を使ってきたなあいつ。ヘルハウンド、あおう、かわいいなこいつ、欲しいな、後々出てくるかな、後々使えるようになったらいいんだけど。あ、そっか、パオフいねえのか、まあ別にいいけどな。さてさて、あ、マグナス、まあ腹いシングルショットで行ってみるか、何が効くかわからんが。マルチディメンション覚えましたけど、これね多分効かないよねマルチディメンションは。まあまあいいでしょう、マグナス、マグナスが要だな、マグナスが強い。あ、でも37か、微妙だな、物理も通るけど20、微妙か。なんだ、水効いてくれるかな、40、水が効くけどマヤさんの魔力が低いのであんまり効きませんと。
てやばいやばい、マヤさん狙われたらそこで死んじゃうからな。パオフいないときついか、これは。意外なきつさだな。やっぱ、まあ、マヤさんがねきついんでね、正直あのこんぐらいがいいだろう。まあ即死しないぐらいなんでなんとかなると思うけどね。あ、体当たりか。45、今のマヤさん食らってたら死んでたかもな。即死だったかもしんないな。まあなんとかなるっしょ。メディア打っときましょう。まあアタッカーがうららだからちょっと怖いな。マヤさんに殴ってもらわないと。体当たり危ない。マヤさんはもう回復役だな。パオフがいたらパオフが回復できたんだけど、マグナス、メディア、カツヤはそうだな。まあマハラギでいくか。ヘルハウンドでも火に強そうな感じがするな。水に弱かったしな今。じゃあ合体魔法で水系の合体魔法が打てるようならそれを打ってみる。さあ、これ一旦止めて、タワーインフェルノじゃダメか、それ炎だ。なんだっけ水系の合体魔法。あ、ファイアブレス。やっぱ火に強いだろうな絶対。そしたらあーダメだ、合体魔法やってる余裕がないわ。でも一回打ちたい、一回打ちたいな。あ、打てねえわ、ストーンナイズしか打てねえ。じゃあダメだ、じゃあこのまま行くしかないか。マハラギ、マグナス、マハラギはもう効かないだろうから、ジオニスしよう。感電したら同じだな。これで行こう。生きたまえ、生きたまえ、エロいよなセリフ。22か、あんま変わんねえじゃん。じゃあアギラを、ああいいね。そうだ、兄ちゃんに火属性の魔法を打ってくれれば助かるのか。そうだな。じゃあ兄貴はなかなか死なんだろうな、体当たりとかで即死せん限りは。あとはマヤさんが回復してればなんとかなると。毒噛みつきめんどくせえ。マヤさんは常にメディア打っといた方がいいな、これは。常に回復でいいわ。でも毒ももういいか。でも毒食らってるとちょっとステータスが怖いか。ステータス下がっちゃうかな。いいよ、まああんまり変わんないだろうけど。どうなんだ、マグナスの威力下がってるようだったら変えるけど、あ、変わってないか。攻撃力は下がったりするのかな。ヘルスか、毎ターン6くらいぐらいだったらメディアで全然間に合うね。24、厳しいか。3人で回すっての厳しいな。ジオとマグナスか、なかなか厳しい。毒はね、あ、かかんなかった、よかった。いいじゃないか、さすが兄ちゃん。あ、意外にめんどくせえな毒。毒のエフェクトが出るのがめんどくさいわ。あ、でもいいでしょう、終わってから直す。それまで耐えてくれ。やばいんじゃないかこれ。いやー危ない、なんとかなった。まあまあでも、うん、なんとかなりそうですね。特に即死級の技が来ない限りは全然いけると。死ななければね回復できるんでね。死んだら回復できないんだよな、血返しの弾持ってないんでね。そこはちょっと一番の不安要素なんだけど、まあ全然運でなんとかなってるな。マヤさんもちゃんと運がどんだけの効果をもたらしてるのか全く実感できないのがちょっと残念ではあるんだけど、なんかちょっと形に現れてほしいっていうのがあるんだけど、いかんともしがたいな。単純に弱さだけが浮き彫りになるな、弱さのみわかる。危ない、あーくそー、やっちまったこれ。これはやってしまったな、ちょっとどうしよう。やってしまったね。即死とはね、まさか。ちょっと待てよ、いや絶対耐えれると思ったんだけどな。マグナス、うららはマグナス打っていこう。待って、え、復活ないよな、復活系のないよな。全然ない、全然ないわ。そう、これはちょっと厳しいか。パオフ戻ってこいよ、パオフ頼む、パオフ帰ってきてくれ。毒直してマグナス打って一応回復したいか。回復薬死んじゃうんだもん、どうしようもねえなこれ。やばいか、終わった可能性あるなこれ。でもそろそろ死ぬっしょさすがに。よし、いいね、アギラを3人で戦わせるぐらいだからそんなに強くないはずだ、うん、このボスの立ち位置的な意味では。マグナス、ジオ全然感電しねえし、しかもさっきからジオ打ってるけど、多少感電してくれよ。もしくは火属性を兄ちゃんに打ち続けてくれ。あー、ファイアブレス噛みつきは厳しいか。ファイアブレス
っとこまめに回復しつついかないとな。いいね、兄ちゃん食らわないから。でもそれを軸にして勝てそうな感じはするっちゃするな。傷薬、まあ自利品だけど、なんとか攻撃はできてるしな、なんとかなるっしょ。マヤさんは不憫だが、うん、経験値上げたかったな。マヤさんに、マヤさんの運をささっさとカウンストさせてあげたいんだよ。カウンストさせてあげたい、マヤさんの運を。よし倒した。ちょっと不甲斐なかったけど、ここはもうしょうがないわ。噛みつかれちまったら死んじゃうよ、そりゃ。防御薄いんだもん。しょうがねえ、それは。目をつぶってくれ。防具を、新しい防具が出るまでの辛抱だな。それ俺、防具とか全然買ってねえな。そういえば。あれ、噂とか広げたっけ俺、防具の噂。まあまあいいや。なんとかなったしな。次回考えよう、そういうことは。勝ちはいいんだよ。ちょっとあんたね、なんで肝心のとこに時にいなくなんだよ。ほんとだよお前、おかげでマヤさん死んだだろうがお前。回復役お前二人しかいねえのにさ、余裕のタバコかよ。訳ありみたいだな。知った相手なのか。うん、険しいね顔が。まあ台湾マフィアと知り合いつってたもんね。パオフ、やめときな。俺たちが通報しなくてもいずれ知れることだ。大体あんなありさまどう説明すべきだ。まあね、まあでも認めちゃってたからね、達也が、須藤達也が俺がやりましたみたいなことは。ただそれを兄ちゃんがなんか警察に説明したところで、どうせまたこいつ電波行ってるよみたいな、こいつも電波に感染したかみたいな目で見られるからな。カエルの子はカエルかとか言われるんだろ、どうせまた。見て見ぬふりはできねえか、あめえな。なんともできんか。歯がゆいな。このことは警察と消防に任せて僕たちは空の学会に向かおう。そうだな。このまま須藤を野放しにはできないからな。また空の科学館燃えんのかな。うん、まあでも今回マヤさんはトラウマじゃないからね。じゃあちょっと次回は忘れずに。あれ、店はいろいろ回ったよな確か前回。俺前回のことあんま覚えてないんだ。これ前回の動画編集する前に撮ってるんで、前回のことあんま覚えてないからちょっとあれだけど、まあまあとりあえず一度店を巡ってね、あの違い石の玉を買いましょう。金はねいっぱい儲けたんで、はい、4万4000円あるんでね。あ、結局賽銭箱何だったんだ。そういえば何の意味もなかったよな、あれ賽銭箱何だったんだ。後々なんか起きてくれればいいんだけどな。まあ今日はこの辺で一旦終わっておきましょう。ありがとうございました。